第1試合シングルマッチ15分日本勝負を行います。聖地にノアが戻ってきました。さあその第1試合、まず井上正雄が入ってまいりました。井上の正雄ワールドもファン相手こそ、50歳井上正雄、ベテランの味がにじみ出ております。道着をまとって入ってまいりました。井上正雄リングインです。アウトはファン選手会場で230番の井上正雄。イブシ銀が光ります。井上正雄、自粛期間の4ヶ月ノアは時を止めませんでした。無観客の大会を4ヶ月で22大会分を中継配信、プロレスの新しいやり方を模索してまいりました。そこで大いに盛り上がった熱をこれからファンと一緒に高めて飛躍へとつなげていきます。再会を待っていたファンの大きな手拍子が米を迎え入れます。さあモハメド・ヨネが入ってまいりました。ノアのお祭り男であります。お客さんの声援が何より力になるでしょう。こんな時だからこそヨネらしい明るいファイトを見せてほしい。ファンに元気を与えてほしい。ミスターアンゴモハメド・ヨネ、電飾サングラスが点滅しています。モハメド・ヨネ、プロレスリングのは有観客大会再開2戦目、オープニングマッチはモハメド・ヨネ対井上正雄です。さて放送の解説は佐久間和彦さん、そしてゲストは小橋健太さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて小橋さん、はい、お客さんのいる会場の雰囲気まずどうでしょう。いいですねやっぱり、はい、まあ、戻ってきたという感じがしますね。そうですね、やっぱり見てくれるお客さんがいて、うん、やっぱりプロレスが成り立ちますからですね、はい。さて佐久間さん、はい、この米対井上、うん、まあ、かつては当たり前だった2人の対戦も、はい、何かこう嬉しく感じますよね。そうですね、はい、やっぱねこの自然発生的にね今お客様の方から拍手が沸き起こってきましたけど、まあ、みんな待ってたなというのがね本当に伝わってきますよね。そうですね、まあ、とはいえまだ観戦における制限はあります。入場時の検温消毒、客数の制限、大声での声援は禁止です。それから横断幕の持ち込み、紙テープの禁止などさまざまな配慮をしながら、またお願いしながら行われています。さあ早速おっと井上を翻弄していきますよね。本来ならねこういうところで、まあ、マサオという声が、ね、飛ぶんですけどね、はい、それは今回はこうなんかできないので、その中でこうお客さんも自分たちの観戦スタイルっていうのを模索していくような感じになるかもしれませんね、はい、うん、しかし、はい、フレッシュさのない、うん、第一話ですね。そうですね、あここで大きな拍手が自然発生的に湧き上がります。もっとこの2人が予想を覆すような展開をしてくれれば、はい、面白いんですけどね。おっと2人が十字にロープワーク、これは井上正雄が仕掛けていきました。ちょっと井上のスピードが遅いですね。そうですね、おっと井上がスタミナを著しく消耗しています。ああもう井上が疲れてきました。足がちょっともつれかかっています。あっと倒れ込んでしまった。ヨネがカバーに行きます。これで決まってしまうのか。カウントは2つです。マサオワールド遺憾なく発揮されております。これね、ただねお客さん拍手はできますけど声を飛ばせないということで、よくねこう声が聞こえるんですよね選手の、そういった部分でやっぱ井上がどんなこう言葉を発しながら試合をしているのかというところに注目してみるのも面白いですよね。なるほど、新しい生活様式に伴いましてこの新しい観戦スタイルというのも他のプロスポーツをはじめ出来上がってきております。まあ、ノアは今佐久間さん応援ボードをね推奨していますけれども、まあそういったこの拍手応援ボード、そういったこの形がまた新しいねプロレスのあり方を決めていくでしょうね。そうですね、まあね入場時にこうね応援ボードを見て選手がねこう元気づけられてリングに向かっていくということもねこれからやっぱどんどん出てくるでしょうね。そうですね、この2人の試合はいつも声援が多いんですが今日は静かに
拍手でお客さんが声援を送っています。さあ場外に2人がおりました。井上正雄がスルスルっとリング内に入っていく。おーっとこれは体力を回復しようとしているんでしょう。時間を稼いでいます井上。まあでも小橋さん、はい、この状況この制限がある中でもファンは来てくれる、この選手たちはこの4ヶ月でですね、はい、お客さんのありがたみ痛感したでしょうね。いやーもうそれはもう痛感してますね、やっぱこの試合をやって拍手でも、声援でもですね、何でもこう得られるということがどれだけやっぱりこう試合をやっていく中で力になるかということを選手じゃもう思い知っていると思いますよ。もう分かったと思います、はい。まあ、選手に聞くところによるとそのファンがいないとこの痛みというのも増すというふうに聞きましたね。まあ、そうですね、そうですか。痛いですね。あ、はい、まあ、佐久間さん、いかにこのお客さんのパワーがすごいというのが分かりましたよね。そうですね、やっぱりそのね、反応がない中で試合をやることによってお客さんのありがたみを知ると同時に試合をどうやってやっていくかっていうのを考える新たなきっかけにも選手たちはなったと思うんですね。なるほど。そういった部分をこうこのね、お客さんがいる中で表現していくことによって今までからのプラスアルファ、井上も米も非常に経験のある選手ですけど、はい、今までにない経験をね、今回はまあ望んだわけではないですけどすることになったことによってレスラーとしてのスキルアップっていうのはみんなそれぞれできたと思うんですね。そういったところがね、こうやっぱお客さんの前で表現するというのをね、みんな喜びに感じながらやっていると思いますね。そうね、やっぱりスキルアップね、はい、絶対なっているよね、やっぱり。まあ、塩崎剛選手がですね、まあ、その今回の4ヶ月でこう伝える大切さをこの石から学ぶことができたというふうに話してましたけれどもね、そうですよね。まあ、やはり選手としてもこの無観客期間は得るものが大きかったんでしょう。今年に入って特に自粛期間中の大会でノアは大きく変わりました。新しい選手も増えました。さあそんな中で小林さん、この以前からいる2人には意地を見せてほしいですよね。本当にもうこの2人、第一試合というのは本当になんか、ね、合ってないんですけども、はい、フレッシュさがなく、でも本当に、ね、この2人にしかできない戦いをやってほしいなと、なんかこうせっかくね、お客さんが入って試合をするわけですから、はい、いつも僕が試合をやっているときは試合をやっぱり一生懸命試合をやって、それをお客さんが見てくれる、ファンの人が見てくれる、そこで信頼関係、いい試合をする、いい試合をしてみんなが見てくれる、そのお互いがやっぱりエネルギーをやっぱり発するということが僕のプロレスだったので。なるほど、はい、やっぱりその無観客試合とかやっぱり見てると辛かったですね。あ、そうですか。お客さんとこう対話してコミュニケーションを取りながら試合をするということですね。そうですね、僕はいつもそういう思いでファンからファンのみんなからエネルギーをもらってました。ファンのみんなも僕の試合を見てエネルギーをもらってそうですよね、はい、お互いなんですよね。そういう関係がね、それが信頼感、はいはい、まあ、それがこの4ヶ月間一方通行になってしまっていたわけですね。そうですね、はい、さあしかしそのファンとの一体感がようやく戻ってきました。さあこの井上正雄のラリアットの連発、これにお客さん、おっと終わらせると予告しました。終わった寂しがないんですよ。寂しがないですけどね。コブラクラッチからミリオンダラバスター。おー、井上さんが気合入ってますよ ね、やっぱり、はい、左手をブンブン回します。それにファンが拍手でこうしていく、ファンが拍手で答えていきます。しかしモハメド・ヨネはまだ起き上がってきません。それでも腕を回し続けます井上正雄。これもいつもの光景です。おっとこの回転に合わせてしっかりと手拍子、ラリアットです。ようやくオリアラリアットが決まりました。カウントが遅いとレフリーにクレームをつけています井上正雄。おっとアルゼンチンを予告しました。
と上がらないと見るや、サミングからスクールボーイで丸め込んでいきます。井上、ヨネラリアット、井上かわしました。あっと、しかしキックを浴びてしまいました。井上は6月に中島克彦の持つ GAC ナショナル王座に挑戦、ベルトへの意欲を見せました。まあ惜しかったですね。そうですね、持ち味はいかんなく発揮しましたが、中島克彦の前に敗れました平山さん。一方の米は6月の GAC ナショナル王座挑戦者決定トーナメントに出場しまして、2回戦で曽谷学に敗れましたが、その強さが健在であることは示しました。おっと、米の動きをストップさせて、サミングからスモールパッケージでしぶとく丸め込む。米すぐに立ち上がってショルダータックル。ちょっとこうああいう攻撃が決まらないとね、井上としてはリズムが作れなくなってきますよね。そうですね。あっと、これはきつい。胸板への重いキック、モハメド・ヨネ。井上返します。ヨネはああいう攻撃をもっともっと出してほしいですね。そうですね。ヨネは44歳、井上50歳ですが、まだまだという気持ちがお互いにあります。ローペ飛ぶヨネ、ラリアット、正面からもろに浴びてしまった井上。ああ返した。ヨネも攻撃がワンパターンなんですよね。もっと違う攻撃がね、できればもっと幅を持たせるが、幅がね、はい、面白いと思うんですけどね。モハメドヨネがとどめを刺しに行きます。井上雅夫をコーナーに乗せて豪快に担ぎ上げた。あっと、筋肉マスター筋肉マスター井上雅夫、真っ逆さまカウント3入りました。さあ佐久間さん、はい、会心の一発でしたね。そうですね、まあ、最後はねもう文句なしの一撃でしたね。はい、まあ、途中ね井上もいいリズムのところもあったんですけど、はい、まあ、やっぱりちょっと攻め手が足りなかったですよね。小林さんいかがでしたか。はい、はい、やはりもっと4年にはですね、頑張ってほしいという気持ちがあるので、もっと攻撃にパッ、もっといろんなものを織り交ぜて、まあ、ワンパターンなんですよね。で、最後のチリクバスターもいい技なんです。いい技なんですけども、もっとこう違うこのフィニッシュ方法も考えることも 大切かなと。はい、さあお客さんの拍手が鳴り止みません。井上雅夫惜しくも敗れ去りました。第1試合はモハメド・ヨネが快勝であります。よかった、ありがとうございます。よろしくお疲れ様でした。今日ちょっとソーシャルディスタンスの関係で離れたところからしてます。濃いですね。すいません、はい、日テレさんのカメラもね、地上になかったんで、はい、今日の中継は CS ですか。そうです。あ、だからか、だから地上になかったってことで、うん、そういうギャグいらないですか、おじさんギャグ。どうですか、はい、試合振り返ってまずお願いいたします。あ、そうですね、まあ、本当に、ね、昨日もそうだったんですけど、実にね、ノアのファンの方マナーがすごい良くてですね、やっぱりついついね声出してしまったりとかあると思うんですけど、ぐっとこらえてね、ものすごく手が痛くなるほど拍手ねもらえて、第1試合からね最高でした。はい、改めて本当にこのお客さんの前でっていうのは久しぶりになりますけれども、うん、その感覚っていうのは、なんかね最初はねお客さんいないのにびっくりしてだんだん慣れていったけど、やっぱりお客さんいることにね、最初ね昨日はちょっとドキドキしてね、今日はやっぱりいてくれる安心感というか喜びがねありましたね。声は出なくてもねダイレクトに顔がね、マスクの隙間から見える顔が心見たりおーって顔したりね、そういうところも、ね、見れるようになってきたので、ね、ちょっと余裕ができたなと思います。はい、今振り返っての話になりますが、やっぱりコロナの期間というのは、その試合あるいは試合以外の部分でもどんなふうに振り返りますか。いや、 やっぱりプロレスを止めちゃいけないという思いでね、自分一人
かもしれないけど、一人一人の行動がね、大きなものにつながっていくんで、まあ、自粛っていう言い方するときついですけど、でもそれがみんなのためと思えばね、なんてことなかったんでね、まあ、ジムだってまだ行ってないんですよ、俺。ジムも禁ジムしててね、日焼けもしなくても真っ白です、本当にね。はい、本当におっさんだなと思ってるでしょ。若いですよね、まだ20いくつですか。今年30になります。マジですか、若いな。はい、ヨネ選手、もう大きい大会ももうすぐ控えています。そうですね。今後に向けてお願いいたします。うん、お客さん入るような試合が始まったとはいえ、まだまだね、大変な状況続きますし、これからもっともっとね、引き締めないと、お客さんが入れば入るほどね、そういう危険性増すんで、選手もね、今一層努力をして、そしていいパフォーマンスを、ね、見せれるように、はい、やっていきたいと思います。最後にヨネ選手、うん、お子さん生まれました。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。いや、やめてください、急にレスラーの顔からパワーの顔になっちゃう恥ずかしいですね。はい、いかがですか、お子さん。あ、たまんないですね。いや、知らなかったですよ。結婚も40過ぎてからでね、子供生まれたのも今、今年44でね、44で、まあ、知らなかったらもう20年前にね、結婚して20年前に子供できてればよかったなっていうぐらい、本当に知らなかった喜びですね。はい、幸せです。はい。